別件なんですけれども、大阪府の特殊詐欺の、審議会が今日行われていて、投資案の方向性がまとまる予定だと思います。で、高齢者への ATM での通話禁止に向けての課題など、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。あの特殊詐欺の被害は非常に多くて、毎日1000万円が騙し取られているという状況です。被害者のほとんどが高齢者からです。高齢者の老後の資金を騙し取る悪質な犯罪だと思ってますから、僕は許してはいけないと思っています。そのために一歩踏み込んだ条例が必要です。この条例のについて、これから答申が出ましたので、条例の改正案に踏み込んでいきたいと思います。ATM で話をしながら操作をしている被害の形態が非常に多いです。高齢者がその時に、高齢者が本当に電話をしながら ATM を操作しなければならない場面というのは実は非常に少ないと思っています。詐欺の現場に遭われているという場合が非常に多いので、そういった意味ではまさに水際で入金の最後のところで、防ぐということは非常に重要だと思っています。これはやはり被害額は36億円ですから、先ほど申し上げた毎年1000万円、高齢者の方中心に詐欺に遭われている。これは自分たちのおじいちゃんおばあちゃんに置き換えてもらったら分かると思うんですけど、やはりその一定の、その高齢者の方を騙して老後の資金を騙し取るということは、僕は非常に卑劣な犯罪だし許してはいけないと思っています。でもその被害がある中でどうやったら防ぐことができるか、警察協議もしてきましたけれども、関係者の協議もしてきましたけれども、やはりそういった犯行形態として無人の ATM を活用されている場合が非常に多く、そしてその時電話で捜査の指示を受けながらやっている場合が多いですので、条例としてもそれを禁止をすることによって、ある意味一歩踏み込んだ条例をすることによって、高齢者の皆さんの老後の資金財産を守りたいというふうに思います。また関連してなんですけれども、 AI カメラなど技術的な導入はまだまだ現実的に難しいかと思うんですけれども、通話禁止に向けた実行力はどのように考えていらっしゃるのかというのと、事業者にどこまで求めているのかというのと、誰がどのように費用負担をするのかという、この3点を伺いたいです。まずこれは今回の条例では今回の条例は理念条例ではなくて、義務規定にするべしと考えて、そしてもちろん AI カメラであったり、あるいはそのいろんなさまざまな人感センサー、一足飛びに行くことは難しいかもしれませんが、ただできることということをガイドラインにきちっと定めて、最終的にはやはり顧客の財産を守ることもある意味金融機関の責任なんだという社会が、僕は顧客を守るという意味でもあるべき社会だろうというふうに思っています。犯行の形態も明らかになってきているわけなので、これは費用という側面もありますけれども、顧客の大切な口座を守る、財産を守るということにもつながると思っていますから、そういったことも金融機関の皆さんとしっかり協議を重ねていければと思っています。現時点で費用負担云々ということは具体的にあるわけではありませんけれども、まずはガイドラインにですね、具体的な内容を書き込んで、そして、理念条例ではなくて義務規定として、これは府民の高齢者の皆さんにも ATM の無人の ATM で電話で話しながら使うのは禁止なんだよということはぜひ広く伝えていく、そんな条例にしたいと思いますし、また合わせて車の両輪で事業者、金融機関の方もですね、そういったことはダメなんだということをしっかりと発信し、そういった措置が取れるような、この両輪で詐欺被害を防いでいきたいと思います。もう一件別件で特殊詐欺の件なんですけれども、審議会私も見てますと罰則というところがなかなか、この件に関しては難しいのではないかという意見もあるかと思います。一方でその罰則ない中でこう実効性どれぐらいやるかという難しさもあると思うんです。このあたり今のところどのように考えていらっしゃいますか。はい、なかなか罰則の規定まではつけることは難しいんだろうと思いますが、理念条例ではなくて法的な義務規定にしたいと思っています。またその何点にもですね、これは金融機関皆さん、あるいはそのコンビニエンスさんの皆さんです。そして府民の皆さんになります。高齢者の皆さんになります。罰則規定はないからやらないという方々ではないと僕は思っています。金融機関の皆さんも本当に日々多くの府民のお
金を管理し、口座を管理している、まあ、信頼ある事業者の皆さんが適切なコンプライアンスのもとで、やはり運用されているのが金融機関、僕らにとって金融機関というのは非常に信頼性の高い機関だと思っています。だからこそお金を預けているわけです。ですので、これが条例として定められれば、金融機関としていれば、しっかりと対応していただけるというふうに思っています。まあ、ある意味、そこは事業者に、まあ、条例で定められた罰則なくても、まあ、しっかりと監視してくださいよというところを、まあ、お願いするようなイメージになるということですか。まあ、お願いというか、これ、義務規定になりますから、もし条例が策定されれば、罰則がないからやらないという方々ではないと思っています。もう信頼をしています。ただ事業者にどこまで責任があるんですかっていう議論ももちろんこれはあるとは思います。でも本当にこれが毎日1000万円その口座から騙し取られている、そしておじいちゃんおばあちゃんの大切な預金がなくなっていることを考えるとですね、これはちょっともう口座を守るというのも金融機関の使命の一つとして、その条例が制定されたら協力をお願いしたいと思います。ありがとうございます。はい、ございますでしょうか。まず答申が出ましたので、答申は、もう今日答申案が出ましたので、もう少し先になると思いますけど、2月、年明けの2月議会に条例案を提出したいと思っています。いや、実証実験は特にやるつもりです。